ザコがいるようだな。 ベジータ、奴はどうした？ あの野郎、思ったより素早い。 ザコがいるようだな。 どうだ、天津飯。 いや、俺の目でもまだ探し出せん。
伊田川クリリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。クソ、もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ、助かったぞ、ご飯。クリリさん、ピッコロさんに先祖。貴様程度なら、どうにでもエネルギーをいただくぜ。さあ、取り組むよ。取りゃ、ちょっ、片付けてくれ。やはり計算の通りのようだな。俺を見くびるな。これがピッコロのパワーだと。じゃあ、どうか。はっせよ。おいずるよ。ひえ。じゃあ、どう。じゃあ、片付けてくる。じゃあ、どう。片付けてくれ。
片付けてくれる。私と戦おうとしたことを後悔するがいい。ライフェル。あっ、うっ、あっ、貴様程度ならどうにでも。あっ、うっ、あっ、うっ、あっ、うっ、うっ、あ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 っ、うっ、貴様程度ならどうにでも。
エネルギーはもらったぞ。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？うにゃー！ ありがとう、君。トランクス？トランクス？トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の。わざわざ来てくれたのか。はい、あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。チッ、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。クソ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。
ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う二人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲルの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど、ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。ふん、俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんなやつより王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが、奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが、二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？どういうことかしら。もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ、母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。わかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲルの研究所を探してくれ。うん、そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ？壊れちゃったのよ、飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方は破壊するだけなら俺たちだけで十分だ。はい、では気をつけて。よし、行くぞ。必ず。おう。
急げ、人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。17号と18号が動き出したとしたらベジータで勝てると思うか。さあな、今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクターゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。17号と18号か。もうベジータが先に見つけていないだろうな。まだか。研究所がある場所というのは。もうすぐそこだ。レッドリボン軍に協力してたくらいだから、あまりいい奴じゃなかったんだよ、ドクターゲロは。ザコがいるようだな。北の方はさすがに寒いよな。
気が欲しいぜ。我慢しろ。俺だって寒いんだ。不便だな、地球人は。油断ならず。ふっ、魔剣光殺法太陽剣。はっ、すぐに片付けてやる。魔剣光殺法、貴様ごときでは俺は倒せんぞ。どうじゃ、ザコがいるようだな。この近くだ。なんだ。海の親であるこのわしを。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。
これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど、俺たちより前のタイプか。16号だと？16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか？はい。ですが、あのでかい16号は知らない。何？少なくとも俺の時代にはいなかった、あんなやつ。どうなってるんだ？どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ、今さっきな。さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？まさか悟空地に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろう。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。カカロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。ザコどもだ。ザコどもだ。ハイウェイのようだな。よう、
まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか女かデクノボーか、それとも3匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですか、ベジータさん。ちっ、もう来やがったか。鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。仕方ない。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。と言っても人造人間だ、女じゃない。Get up!
思っても見なかったよ。あんたがここまで戦えるなんてさ。頭に来るぜ。ケロッとしてやがる。でももう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。心配するな。ドイツもまだ生きている。早く去って行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待ってくれ。なんだ、何か用か。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ、人間では。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。死んでしまう。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは。
俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、おもんじゃない。放っておくんだ。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。はっきり言うぞ、孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、奴をどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ？さあな。どうしたんだ、ピッコロのやつ。あっちの方角は…そうか。やっぱりあいつ、最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだ、その最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか？あっち？さあな、思い当たらんが、何があるというんだ。神様ん家だ。神様の？どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え？そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。わかった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。無理するなか。本当だよな。今度ばっかりは。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。よっ、あっ、
よかったら未来のことを聞かせてくれよ。あまり話したくないなら別にいいけど。そうですね。あまり楽しい話ではありませんから、やめておいた方がいいと思います。おい！よかった。弱そうな敵だ。よかった。弱そうな敵だ。なあ。なに？やだね。いや、え？あの、え？それでは。なんだ？